ではハイライトで振り返りましょう。スワローズ先発ピッチャーは沼田翔平。初回ブリンソン・ウォーカーに連続ヒットを許しまして、4番の中田翔、逆方向強い当たり、ライト前ヒットとなりましてランナーが1人帰ります。初回から1点先制。さらに続く5番の勝木、連続タイムリーで初回に2点を先制しましたジャイアンツ。そしてこちらも復活のゲームとなります大勢。初回156キロ、素晴らしいピッチングを見せます。まずは西村、山崎と連続三振。そして北村に対しましてはエラーがで出塁を許しますが、続く4番の沢井、最終的にはショートの岩佐が掴みました。もう岩佐も軽快な動き。初回大勢が無失点で切り抜けます。その後2回以降はこの井上陽翔、3人目のバッター奥村を三振に仕留めまして、まずは三者凡退。一方の沼田も3回以降は素晴らしいピッチングを見せます。3回、2回にヒットを許しますが、3回、4回、5回、さらにはこの6回、三者凡退でジャイアンツ打線を封じ込めました。まあ、それだけに初回の2点が惜しいなという感じもありますが、この6回で沼田はマウンドを降ります。そして2回以降マウンドを失礼しました、7回の表ですね、2人目の竹山、ツーアウト満塁というピンチを招きますが、1番の浅野ライトフライに仕留めましてピンチを切り抜けました。ジャイアンツは絶好の追加点のチャンスだったんですが、ものにすることができませんでした。しかし井上は崩れません。9回まで来まして、最後は北村しっかり締めて、最終回も三者凡退。結果大勢、井上の2人のピッチャーがご覧のようにスワローズからヒットを許しませんで、結果完封リレー、ノーヒットリレーとなり勝利を収めています。